ばんは。今年2回目の今宵もあなたとスナック恵子です。よろしくお願いします。今回も前回と同様でヨッピーさんとしげじさんと一緒でございます。よろしくお願いします。肩書きが、ではしげじさんセッションライブイベントプロデューサー、はい、はい、セッションライブイベントプロデューサーのしげじさん、いいね、はい、ね、かっこいい、かっこいいね、はい、そしてこちらは今日はギター持ってないんだけどギターを持ってないんだけど、はい、ギターを持っていないギタリストのギターがあるんだよね、はい、そうヨッピーさんです、ね、ちょっと今日は、ね、イベントの関係であんまりギターを持ってくるとお店のスペース取っちゃうんで、そう、今日はね、なるべくお店のを使ってくださいということで、ギタリストのヨッピーさん手ぶらで今日はこれで参戦、はい、ということで、店ギタリストの中でメインに弾いてるのがエレキギターなんでね、こういうところのアコギじゃなくてエレキなんでね、うん、今日は私がアコギの方が専門なんで、今日は私がギターエレキギターを弾かしたらすごいっすよ。本当ですかね。はい、そういうことで、はい、いやなんか、うん、僕ほら今年62になるよ。おーなるんだよ。で、シゲさんなって7ない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 。でもなんかヤングじゃないですか、俺たちって。ヤングっていう、ヤングっていう言葉が出てくるのがアダルト。コール楽しいよね。今日は今日もフリートークで、もしかしたら1曲ぐらいライブでちょっとギターを弾きながら1曲歌ってみようかなと思ってます。はい、じゃあ、まずはこの恒例のあれですね、板をフリップを、フリップをちょっとタイミング遅かったな、はい、お願いします。ね、最初に3枚両方全部もらっちゃいますね。はい、ありがとうございます。いきなり番組応援の会から始まってやらしいですね。はい、では、まずはコロナ対策についてなんですけれども、番組が始まる前に換気を1回行っていただいて、はい、あとは全て除菌をしてから私たちが入るという万全の体制で臨んでおりますのでご安心ください。しっかりやってました。で、見てましたよね。で、2番目がこちら、手前しげじさんの前にもありますツイッターですね。はい、ね、そう、なんかさ、ツイートしてほしいよね。そう、ツイート、ぜひ、ね、うん、そう、はい、こちらにツイートしていただくと、こちらのスタッフの方からその内容が私たちに伝えられて、その場でやり取りできますので、そういう参加の仕方がございますので、今はチャンスですよ。ツイートしたらすぐ呼ばれますから、はい、はい、必ず呼ばれます。はい、アットさん FM さんまでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして最後ですね、番組応援の会会員募集ということで、この私がやっている、今宵もあなたとスナック恵子が好きという方に朗報です。番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページより、私に直接メッセージくださったりすればお答えできますので、よろしくお願いします。はい、ご興味あるでしょう、ね、ぜひ参加してください、ね、はい、見学がてらにね、うん、来てもらいたいです、はい、どういう風にやってるか、ね、そう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 、なかなかこういうね、マスクですから ね、うん、ね、なかなか機会ないから、うん、自分のイベントを紹介したいとか、うん、ぜひゲストに来ていただいたり、そう、最近お店始めましたとか、ネイルやってるからちょっとそういうの紹介したいとかいう方いたら、ぜひ来ていただければ紹介できますので、うん、そして今生放送流れてるんですけど、うん、その後は2週間後YouTube で配信されて永遠に残りますので、ね、はい、彼女の告白も大丈夫、今彼女できましたとか募集中とかね、うん、OK、うん、募集中で50分使っていただいても大丈夫ですよ。大丈夫です。はい。恵子ちゃんにその相談ね、あ、それもいいかもしれない。ね、あ、相談どうなのか、うん、こういう時は女性はどうなのか、ね、あ、そうですね。でも脈ありかどうかとかね。うん、そうですね、うん、そういうのもぜひ、そうだね、うん、恋バナ、うん、恋バナ、お笑いコメンテーターもついてますから。ギ
タリスト、うん、手ぶらギタリスト、はい、手ぶら。今日は私ファッションが、ね、あの昭和、うん、昭和あのちょっといい、ね、あの何、ね、なんだっけ、卒業式みたいな感じで、そうそう、はい、そう、下袴っぽいね、うん、ずっと卒業してなくて留年していた人っていうイメージで、もう今日はあのイベントがあったんで、その帰りなのでこんな格好で、はい、今のバッチリ合ってるね、そうそうそう、ヘアは、はい、こんな私長いんです実は、こんな長くてちょっと後ろ 赤いリボンで、うん、染めております、ありがとうございます、はい、はい、ではこんな感じで今日はスタートさせていただ、はい、していきたいと思います、よろしくお願いします、はい、じゃああのもう本当にね、今日あんまり何も計画してなくて、で本当フリートークなんで、なんかこう自分の話とかをそれぞれに聞いていこうかなと思って、そう、はい、じゃあしげじさん、まずは今年はどんなことが、去年と違ってこんなこと今年はとかありますか？今年はちょっとね、本当にあの音楽活動をね、うん、バリバリやろうかなと、あ、そうだ、もうすぐライブがすぐですよね、来週、ね、来週ライブなんですけどね、うん、29ですね、学芸大ね、チェロキーというところでやるんです、うん、残念ながらね、チケットはね、完売でございまして、あ、ちょっとね、自慢かっていう、うん、はい、それだよ、はすごいですよね、BB ブラザーズね、BB ブラザーズ、実はね、兄弟3人プラスアルファでやってるんですけど、 BB ブラザーズリズムレンドスっていうんで、兄弟3人で、お笑いを担当してる、弟たちと一緒にね、はいはい、あと後ろはね、バッチリあのプロのミュージシャンがバッチリ支えるという BB ブラザーズウィズフレンズっていうバンドなんですけどね、もうちょっとあの一見の価値ありますね、面白いです、あのコーラスの女性、あ、はいはいはい、いますね、スインギーベルベッツっていうんですよ、で彼女たちは、はい、あの女性2人なんですけど、2人組でも活動してますね、はい、スインギーベルベッツ、日本、日本人ですか、もちろん、はい、どっちかっていうと僕そっち見ちゃうかもしれない、そう、綺麗なコーラス入れてくれますからね、うん、鎌倉、はい、鎌倉でしたよね前回、あ、前回は鎌倉の七里ヶ浜というところ で、 ですよね、はい、やらせていただきました、あれも良かった、ね、大盛況でしたね、うん、はい、大盛況だった、はい、4月29日は浅草、浅草じゃないです、学芸大学、あ、学芸、あ学芸大学、浅草ここね、はい、学芸大学ということで、私がね、はい、今年は音楽活動をということでね、次はあのギタリストのヨッピーさんかな今年の抱負ギタリストヘタリスト、やっぱり周りのね、お友達仲間がね、あの音楽、うん、みんなね、っていうことなんで、今年からすごい、で僕もね、生意気にねライブも今年やります、うん、で去年ちょっとやりすぎてね、しげさんからもね、ちょっとヨッピーやりすぎだわみたいな、確かにね、あ、セッションもやんなきゃいけないし、仕込みが大変だから、多分そうなんだよね、あの、いろんなバンドに入っていろんな種類の音楽やってるからね、大変だよね、だからちょっとね、あの仕事ちょっと去年はね、うん、あの言い方あれですけど、ダボハゼのようにね、バカバカバカやったけど、今年は、ま、中心はビートルズ、ビートルズ中心です、でジュリーのねバックバンド、ジュリーか、でもう一つでやりたいのはね、はい、やっぱり女性がステージに立つこのボーカル、このバックバンド、あ、いいね、この J-POP の歌謡曲、はいはい、これをね、ちょっと3つちょっとやりたいと思う、結構目白押しだ、いいでしょ、うん、うん、もうあれですね、女性ボーカルでライブやってますもんね、うん、これね、決め打ちはしてないです、うん、いろんな女性のお友達いるんで、やっぱりステージ上がりたい女性がたくさんいるんで、うん、はい、そこでね、ちょっと生意気ですけどね、ちょっとバックバンドでグッドフレンズって言いますバンドが確かに、うん、で、そこでね、ちょっと機会があれば、前の歌う女性は、あ、いろんな女性を、そうなんです、うん、ね、いろんな曲を、そうなんです、演奏する、楽しそうだね、それもね、うんうん、そういうのをね、ちょっとやって、うん、で、来週、うん、なんと、駿河台下スタジオで、うんうんうん、ジュリーとビートルズ、2ステージやるんだ、やります、ウィークで土曜日、土曜日ですね、駿河台ギタリスト、
バックにしげしさんがいつもね、こうやって弾くんだよみたいな、反省会をね、私はイベントプロデューサーですからね、はい、ステージもすごい大事で、もう去年1年間で教わったのは、やっぱりギタリストって、ギター弾かなきゃダメだよね、うん、目立ちたいっていうのが、ギターこそだから、はいはい、でも、ステージってそういうことじゃないんだよね。やっぱり中心はボーカルだから。おお、いいこと言いました。あの、なんだろう、心地よい音を。そうなんですよ。そこはね、やっぱりもうね、ずっとこなしてきた、ね、しげさんから教わって、確かにそう思った。そう、あの、なんかこう、若くしてやったりとか、まあ、あのみんな経験が浅いバンドでボーカルが喉壊しちゃったとかね聞くんで、みんな音が大きすぎて、でボーカルはね、あの PA で上げられるけども、あのやっぱり限界があるので、ボーカルの音量に合わせてボーカルが綺麗にあの発声で聞こえるような、あの周りの音を作ってくれると、そういう人とやりたいですね。後ろのね、やっぱり、プロデューサーとしては大切なのはバランス、バランス大事ですね。そう、あのね、自分の音ばっかりね、気にしちゃってね、ガン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 やってね、ボーカルの音を聞いてないで、バランス悪くて、歌物なのか雑音なのかっていう感じで、ね、今日もいましたね今日もいたけど、まあ、歌物はね、歌がね、はい、あの、まあ、後ろでかかってますけどね、このけいこちゃんみたいにね、はい、私その、女性ボーカル、こういう歌をね、ちゃんと前に出さなきゃいけないんで、もう後ろがうるさいと、このね、素晴らしい歌声聞こえないからね。そうなんですね。何しろ後ろの人間ってのは前のボーカルを引き立たせるという、そうなんですよ、まあ、イベントプロデューサーとして、ね、それはね、感じました、俺去年すごく、ですね、やっぱりこのね、一つのステージとして、きちっとね、じゃあお客さんに伝わる、皆さんがお待ちかねの恵子さんの今年の、はい、そうですね、はい、我々の話なんて聞いてて面白い確かに、いや今年は、まあ、去年があの前も言ったんですけど、オープンマイクっていう弾き語りの中心だったので、私が歌う場面がすごい少なくて、で今年からは、ライブ活動と、あとは、まあ、ライブ活動中心と、あの曲を作る活動、はい、今オリジナル曲作成、はい、取り組んでいて、いろいろ作詞 の, あの指導したさせてもらったりとか、いろんなことをしていて、で今あのもう出来かけの曲が、メロディーと作詞、出来かけの曲が1曲あります。両方とも自分でやる、うん、作詞は私が中心 で,、で作曲はみやちゃん、ローカルですからね、みやちゃんね、そう、みやちゃんっていう人がいるんですけど、その人と一緒に今、やっております。バックダンサーいらない？あ、バックダンサーね、それね、すごいね、あの今回すごい踊れる曲、そうだからね、踊りもちょっと考えたいと思ってて、大丈夫か、ボンドリーなんですすごいね、かっこいい感じに仕上がると思いますので、楽しみにしていただければと思います。曲作りは楽しいかもしれないね、はい、で作詞で、あとはあの今日もしげじさんとセッションだったんですけど、そう、あのちょっともう経験のあるホストの方と一緒に、私もセッションホストとしてちょっと勉強を兼ねて、一緒に最近はイベントやらせてもらってるので、今年からセッションにもちょっとチャレンジをして、いろいろとできるように、もしかしたら今日撮った写真とか集合写真とか、そうですね、あったね、さっきの、じゃ あ, あったね、はい、今日ね、やった、ああ、はい、これだね、なりますの、やったー、そう、なりますのヒートアップっていうお店で、地下鉄なります駅から徒歩1分というすごい立地のいいところで、で、あのマスター元フェルなんですフェルなんです、はい、ギターのね、ギターショップの方、はい、はい、もう、もともとあのミュージシャン、プロ志向のミュージシャンで、ギタリストで、めちゃめちゃね、あのマスターもいい人ですね、感じがいい人で、ギターめちゃめちゃ上手いんですけれどもね、その人がやってる、なりますの駅、1分じゃないんだよ、出口出たら30秒、あ、そっかそっかそっか、すぐなのね、4番出口から30秒、ね、だと30秒、うん、3階なんですけど ね, すぐね、次回ちょっと測ってみようけど40歩かもしれない時間じゃなくて、足の長さ見えると、今日こうやってみたら、結構人数集まってくれて、私と恵子ちゃんで企画して、
アコースティックセッション、ドラムがないんですけれども、ドラムなしでアコースティックギター、キーボード、ベース、うん、それからあのドラムの代わりに、ね、カホンっていうのがあるんです ね四角い箱なんですけどもね、どうだろう、知ってる人は多分分かると思うけど、四角い箱でこう叩くとね、うん、音が出るっていうね、それで、リズム取って、今日、昼間の時間ずっとやってましたけれども、なかなか今日ほとんど成立しましたね、セッションね、うん、そう、うん、確かにね、かなりの曲数できました。やったよね、うん、結構ね、セッションっていうのがどういうものかって知らない方もいるから、うん、ちょっと説明してみましょうか、うん、ね、セッションプロデューサーとして、あ、そうですね、ぜひよろしくお願いします。まずセッションっていうのはね、うん、自分で演奏したいなっていう人たちのための、ライブなんですよね。まあ、普通なんだろう、プロのミュージシャンとか好きなバンドとかをこう聞くっていうのはあると思うんだけれども、結構自分でもギター弾いたりとか歌歌ったりとかドラム叩いたりっていう人結構いるんだよね、うん、そういう人たちがどこでやったらいいんだろう、うん、ね、やる場所がないなと、でなんだろう、人を呼ぶほどでもないし、バンドメンバー全部揃わないし、だからそういう人たちをみんなで、まあ、変な言い方かもしれないけど、寄せ集めで、うん、みんなで、そこの場でバンドを作って演奏すると、うん、ギターの人、ドラムの人、歌の人、キーボードの人、それぞれ、いろんな人が来て、じゃあそこでこの曲やりましょうと言って成立して、うん、バンドになっちゃって、即席のバンドになっちゃうっていうね、すごいよね、楽しいんだね、うん、だ今日もあの鬼滅の刃の、うんうんうん、あの曲あったじゃん、はいはいはい、やりますよ、うんうん、ギター、うん、ね、あのベース、うん、こと募集してパッと ね、うん、ね、集まってやっちゃうという、うん、そう、だいたい1人か2人ある程度しっかりその譜面パッて見てできるっていう人間がいれば成立するんですよね。だから、まあ初心者的な人間は自分がやっぱり練習しなきゃできないから、最初にそのセッションの責任者とか主催者にこの曲やりたいんですけどっていうリクエストしてね、で自分ができる曲をリクエストしておいて、うん、後で、そのセッションにいる、ちゃんとできる人と一緒にやっと成立するという、うん、そういう形ですね。だからな、イベント、あ、ね、イベント、イベント、ね、プロデューサーだから今日ほら いきなりやっても、うん、すぐ始まって成立しちゃったから、うん、多分裏で動いてたんだね、うん、ちょっとよくやっとけみたいな、うん、そうね、うん、だからまあ、慣れた人間のそのセッションっていうのはあるんだけども、これもいわゆるジャムセッションといって、プロのジャズとかそういうんでね、うん、寄せ集まってよーいどんで、なんか人が一人始めたらみんなが後からついてきて、うん、曲が成立しちゃうっていう、そういうレベルの高いのもあるんだけども、そんな人ばっかりじゃないんでね、始めたギター始めたばっかりの人とかもいるだろうから、そういう人でも楽しめるような、うん、イベントをね、これからどんどんやっていきたいなと私は思うんですけれどもね、うん、セッションがいいんじゃないかなと。どうですかギタリストの音楽の力ってすごいなって改めて思います、うん、今日みんななんか楽しかったって、ね、楽しかった、うん、喜んで帰ってくれたんで、うん、すごい良かったですね、うん、はい、やった甲斐がありましたよね、うん、もう世代関係なく ね男女問わず、うん、そうですね、みんな集まってくれて、ね、これが1個もらったんでしょ、うん、お土産で今日はあのあれちょっと見せても大丈夫ですかね、あのジミーさんっていうね、あの宮崎に帰っちゃうんですけども、そうそう、あのちょっと記念にいただいたので、ちょっと開けて、ね、食べたいと、ね、はい、これはね、お土産系だからね、宣伝というあれじゃないからね、はいはい、お土産系なんで、黒糖ドーナツ棒、はい、南の国から、しげじさんがずっとね楽しみにしてるみたいな、私甘いもの大好きなんで、ね、はい、そう、一緒に食べたいと思います、大好き、はい、うん、後で一緒に食べましょう、うん、はい、というわけでね、はい、うん、そうそう、それでさっきのヒートアップさん、うん、すごく料理が美味しくて、そうそう、あの今回はあのご厚意で1000円でビュッフェという形で出たんですけど、うん、あの、ま、こういう簡単なあのスナック菓子から始まり、うん、唐揚げ、美味しかったね、うん、ピザ、手作りのピザ、ピザ食べなかった、そんなのあった、そう、ピザ、そう、一番最初の方すぐなくなっちゃった、ピザ焼けましたってね、うん、そうそうそう、あ、だけどあのヨッピーさんはお金がなかったから、なかったってあれやなんで手持ちいくらだったんですか、2000円でも電車賃と、うん、ちょっと今日こっくるでしょ、うん、ね、ちょっとね、これを置かなきゃ、ギタリストね、やっぱりね、ギタリストはね、そうか、食べれなかったのか、食べなかった、美味しかった、そうだね、でも見てるだけで、うん、次回食べようかな、次回はね、食べて、次回食べようと思ったから、うん、そうそう、マスターもきっと気合を入れてくれると思うので、そう、ピザで、あのパスタも2種類、うん、うん、うん、そうだね、そう、パスタめちゃくちゃ美味しかった、うん、美味しかった、美味しかった、そうそう、うん、あと、あれが出た、
ウインナーとフライドポテトの、あれなんていうんだっけ、フレンチフライ、うん、あれちゃんとさ、普通のあれじゃなくて、うん、芋切ってやった感じじゃない、ナチュラルカットね、うん、あれが出て、だから結構ね、品数も多くて1000円なんでお得なので、だ、ね、はい、次も、ね、2月19日、はい、日曜日、1時から6時で、なりますのヒートアップでお待ちしてます、ね、はい、バイキングだったよね、うん、バイキングになって1000円、ね、はい、でこの3人あのお待ちしてますの で, です、ね、はい、よろしくお願いします、短、はい旅を、うん、じゃあ、うん、次は恋バナかな、恋バナ恋バナあ、おー、うん、まあ、我々の年齢で恋バナもないか、そうだって2人とも結婚してるじゃないですかでも恋バナってさ、うん、気持ち的にさ、うん、すごいなんていうの、気持ちが豊かになるっていうか、うんうんうん、幸せな気分になれるっていうか、うん、いいよね、うんうん、なんかね、恋バナすると結構みんな炎上し炎上しそうな、だって既婚者だからそうか、え、でも別に既婚者でもさ、恋バナってあの、なんだろう、自分の若い時のね話とか、ね、あ、元、うん、そういうのもね、うん、できるからね、うんうん、まああとは何だろう、男としては何だろう、どういう好きなタイプ、好きなタイプか、私、うん、絶対優しい子だな、うん、うん、絶対に優しい子、うん、うん、でまあ外見的にはスタイルがいい子、うん、足が綺麗な子がいいな、うんうん、よくほら、まあ、変な話さ、その何、うん、胸が大きいとか、うん、ね、はいはいはい、顔がいいとか、はいはい、いろいろあるけど、そういうの全部入れると足かな、あ、うん、足フェチ、うん、はい、私のスタイルみたいなね、うん、でも私なんかそのこと言ってたけど、あ、じゃあよくイタリストのヨッピ様これ以上言うとやばいと思った感じイタリストのヨッピ様、タイプ的には絶対炎上すると思う、僕はね、まず性格的には怖い、おとなしい感じ、おとなしいの、あ、いいね、おとなしい、話をゆっくり聞いてくれる感じ、それはいいな、おとなしい、そうなんで、あとから、あの、ある意味そのギャップがいいんですよ、おとなしい人って、おとなしいけれども、あの夜の方があの放送禁止にならないぐらい夜の方がすごいと、すごいかどうかわかんないけど、あ、そこまで考えが回らなかった、そうか、夜の話もあるんだね、女性とだったらね、おとなしいほど、そうね、え、そうなんですか、今までの経験上、いや、おとなしいほど、うん、やっぱおとなしいんだけどやっぱおとなしいんだけど、うん、なんかね、うん、どういうところでギャップが出てくるんですか、そのおとなしい人は、あのね、うん、気をつけて、おとなしい人ってね自分から言ってこないでしょ、うん、たまに言ってくる時ある、みたいな、本当に夜の話なんだ朝まで寝かしくれねえみたいな、あ、違うかそこまではない、危ないな、うん、でね、そうね、あと俺の気持ちをね話してて一緒に笑ってくれる人、うん、あの要はあれですよね、息が合うっていうか、ツボが分かって、笑いのツボが一緒だとか、すごい重要、うん、そこはね、面倒を見るタイプ、それとも面倒見てもらいたいタイプ、まあそこ考えたことないけど、まあどっちかって見てもらってことは見てもらってるんで、ね、見てもらってそう、あれだっけ、お姉ちゃんがいて成功家の系だっけ、え、お姉ちゃんいるんだっけ、お姉ちゃんに甘えるとか、お姉ちゃんね、悲しい、僕が33の時に、あ、32の時に、うん、10歳離れてるお姉ちゃん、うんうん、それは可愛がってくれたね、42の時にね、亡くなっちゃった、あ、でもすごい可愛がられたね、可愛がってくれたの、10歳違うとね、なんか可愛がられて育ったっていう雰囲気があるよね、何につけてもね、連れて行かれるんですよ、あ、連れてってくれるわけね、だから僕ね、小学校2年ぐらいからボウリングやってましたよ、うん、おー、うん、じゃあ大人の遊びを、うん、教えてもらったんですね、ちょうどお姉ちゃん時代で中山律子だとか、あ、須田佳代子だとか、西条正明だとか、知らないでしょ、ボウリングの選手ですか、そうそう、一番ボウリングがね、そっか、ボウリングがめちゃめちゃピークだった時があったんだ、ね、うん、まあ、だそう、並木恵美子だね、うんうん、いや、左が石井理恵さん、あー、よし、さすがめっちゃ昭和のトークだから、コマーシャルとかも結構ね、そうそうそう、出てたね、今のはね、多分女子プロゴルファー、うん、女子プロゴルファーって結構今みんなあの見て、あ、綺麗な人多い、女の子可愛いんでね、うんうん、人気ある子多いけど、当時はそのプロボーリングの女性ボーラーすごく人気があって、うん、なんだろう、ボーリングって
中山律子さんとか中山律子エメロンシャンプーねあれなんで終わっちゃうのボーリングって、ね、なんかっ楽しい、うん、庶民的にさ、近くて終わっちゃう、じゃあ、あの、うん、人気というか、うん、あれがピークが、うん、短かったの、短かった最近ね、なんかまた流行ってきてるって。あ、そうかもしれない、ね、うん、だから一時はそのテレビ番組でボーリングの番組って結構あったの、うん、あった、うん、グループサンズといい勝負かな。あ、そうかもしれないですねで、ボーリング場もね、いっぱいあったんだよね、うん、ありましたね、うん、あった、うん、あったんだよね、あった、うん、確かにね、うん、今はボーリング場ないね、はい、結構私がね、中高生ぐらいの時に取り壊されるとこが多かった。今あれか、うん、あのラウンドワン的な、うん、あ、ラウンドワン、ね、何でもできるみたいなね、何でもできるから、うん、アミューズメントパークっていうね、うんうんうん、ビリヤードができたり、うん、カラオケもあったり、うん、だからボーリングだけじゃないんだよね、うん、昔はもうボーリング場って言ってボーリングバーって何十連ってあって、うん、それで一番多い時は1時間2時間待たされたんだよね、うん、どのぐらい、すごい行列ができる。すいません、なんか親父飲みになっちゃったみたいで居酒屋みんなあれですよねあのだからヨッピーさん世代の人はうんうんって言ってるけど、うん、確かにね、うん、その世代、うん、だからやっぱりヨッピーさんって60過ぎてるんですもんね、はい、60過ぎの人はそうかもしれない、うん、私はよくわからない、先輩そこ隠すんですね隠すとかね、普段はねちゃんと言ってるんですけど、今日はあのやっぱり全然全然、もうやっぱりね、公共の電波ではちょっとね、うん、私の話はしたくない、ね、ちなみにだってあの2週間後 YouTube になるんで一生残りますから。さっきのあのおとなしい人が夜はっていうのもにあの、まあね、永久に残ってるんです。なかなかいないですよ、このストールとね、この帽子とおしゃれ、かわいいのいないでしょう、なかなか、ね、なかなかね、黒、全身黒にこの水玉のね白がアクセントになっているというね、全身黒だとちょっとなんか、うん、あのどっちかっていうとなんか、ね、なんていうのかな、地味という感じだけど、うん、全身黒でもあんまり地味じゃないでしょ。でも地味じゃない、うん、ポイントがあるから、シックで、うん、逆におしゃれっていう ね、うん、だからね、似合ってるっていう、全部黒合ってるっていう、うん、ミュージシャン、今日はほらあのそう、ね、セッションとかミュージシャンだからね、うん、俺の仲間でさ、黒か固めて着るやついいんだけど、汚いんだよ、汚いんだよな汚くしか見えないんだなあれだよね、よく言うよね、ヨッピーはね、あの着方が汚い、 いや、 あのね、うん、やっぱり年齢重ねてさ、うん、特に60になったでしょ、うん、あの清潔感が大事、そこ一番大事だね、清潔感が一番大事だね、あの汚い帽子やめてほしいんだそういう人がいるんだね、うん、まあと、ね、で2週間後見てねって言っとこその人がね、やっぱね、 おしゃれの人って、うん、今日はほら、しげさん黒で統一してるじゃない、うん、あとやっぱりね、色の使い方、うん、合わせ方、うん、これポイントだと思う。今日ヨッピーさんもあのこのネイビー、ね、ネイビーじゃない、これボルドーですね、ボルドーに、ね、ここの赤いポイントのマフラー、マフラーの中にちょっとボルドー、ね、ボルドーってかレッドが格好的には、うん、まあ今の人は分かるかどうか、うん、アイビーリーガー、そうね、アイビーリーガー、昔もともとそうですね、はい、アイビー、今でもアイビーって分かるのかな、若い子で、あ、アイビーどうかな、昔ね、そのバンとかジュンとかいうね、うん、でも今のあって、うん、あのスーツとかああいうのって、うん、どっちかというとアイビー系ですね、細いから、あのそうだね、一時はさ、イタリアものとかさ、こう肩がこんなになっててさ、こうあのベルサーチとかさ、ね、ベルサーチとかなんかアルマーニとかさ、なんかそういうブランドが流行ったけどね、一時今あんまりそういうの着てる人少ないかな、アルマーニね、なかなかいないんじゃないですか、いないよね、ね、多分今ベルサーチとかね、うん、多分高いんだよ、全然わかんないですよね今日の会話ね、わかんないベルサーチとかわからない、わかんないですよ、ね、あ、わかるわかる、あ、わかる、高級ブランドだからね、あ、そっかね、今日のね、うん、スタッフさんはちょっと若いからね、うん、まだ20代くらいじゃないですか、ブランドのスーツも流行ったしね、20、20歳ぴったり、20歳、42歳ですよ、42歳やばい、孫の世界だね、うん、孫の世界だね、子供だよね、そしたら、子供、いや、孫の子供じゃない、孫だ、孫か、60割3は確かに20歳、20歳で言ったら孫だよ、ね、うん、そういう時代だね、うん、で我々の話ばっかりしてるけどさ、恵子ちゃんはどういう男性が、はい、聞いてみたい、聞いてみたい、スナック恵子なんだから、うん、ママ、うん、ねえ、ママどういう、ね、ママ的にはやっぱり金払いがいい人どうそこに行く、そうかな、でもね、それ大事だと思う、大事大事、まあ、そうある程度年取ったら、うん、清潔感とお金持ってるから、うん、お金持ってる、そうそうそう、お金に綺麗な人は、うん、やっぱり人柄がいいと思う、うん、あ、なんかこの前ヨッピーさんがなんか諭吉の
話し投稿してた、ね、あなんだっけ、なんだっけ、男と別れるのは寂しくないけど、ゆきちと別れるのが一番寂しい、うん、見てるんですね、うん、そうそうそう、私もね、あの男は裏切って行くもの、裏切って通り過ぎて行くものだけど、ゆきちは裏切らないと思ってる、裏切らないか、うん、そう、うん、何かの、あの力に変えて、あの、の、なるほど、ゆきちいいよな、過ぎ去っても何かの力に変えて私に何かを与えてくれる、女性ばっかりじゃなくて男性も多分、まあ同性だけどゆきちは好きだよね、ゆきち大好き、ゆきちが大好き、俺も好きだ、うん、ゆきちかもん、これってわかるのかな、ゆきちっつって、うん、わかるかな、ゆきち、え、ゆきちわかりますよね、わかりますね、1万円だってわかる、ゆきちはわかります、まあ、通じるんだな、ゆきちでな、そうそうそう、確かにね、うん、面白いコメントだったね、うん、あのだけどさ、なんか今日はあの奥さんの機嫌が悪いから休業しましたから、そんなもんあったっけ、ああどこで探してくるの、そういう僕どっちかっていうと、うん、60過ぎて何目指そうかなと思った時に、お笑いか、お笑いっていうか可愛い系を目指したい、可愛いキャラになりたい、可愛いキャラで、可愛いっていうのはやっぱ面白いも多少くっついてるから、なんか俺あと面白いなと思ったのは、奥さんに何が一番欲しいって言ったら、はい、休みが欲しいって言ったから、今日はお店休みますって居酒屋の、いいね、居酒屋の店主がね、聞いてくださいよ皆さん居酒屋の店主がさ、奥さんが誕生日で、うん、ね、これ優しいよね、うん、で何が欲しいっていうご主人も優しい、うん、嬉しい、うん、だから奥さんがね、私は休みが欲しい、うんうんうん、はい、お店休んじゃったというでそれがちゃんと、そのただね、それで休むんじゃなくて、ちゃんとその張り紙に、うん、今日は奥さんの誕生日で何が欲しい、うん、休みが欲しいというので、うん、休みます、うん、めっちゃ嬉しい、それいい、ね、絶対そういう夫婦いいな、うん、確かにね、うん、そういう買い方をするさ、うん、ね、あの居酒屋の、うん、マスター、マスターがね、ちょっとわかる感じでね、面白いよね、面白 い, 面白い、それがもう可愛いですよね、奥さんが見てもすごい可愛いし、うん、すごい大事にされてる感じで、行ったことない人が、うん、その看板を見た時に、うん、ちょっと行ってみようかなと思うかも、奥さんの誕生日だったら行ってみようかなとか、そう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 、話のネタになるじゃない、うんうん、確かにね、あ、そうか、それ私結構理想なタイプ、その人、そう、うん、そのそういう感じの、うん、面白い感じですね、私の誕生日のために休みましたって、だって、いや、時間ってお金払ってもなかなか作れない、そうね、うん、確かにね、そうそうそう、だからね、絶対私のために時間を使ってくれる人、理想いるよ、いくらでも理想、うん、いくらでもいると思う、俺も噛んでるからね時間作るよ、はいはい、うん、既婚者だからいやでもさ、あのちょっとそのなんだろう、不思議というかその大変だなと思う、スナック稽古のママをやってると、はい、ファンの男性がたくさん来るよね、はい、そのファンの男性たくさん来るけど、なんかあんまり冷たくしてもお客さん来なくなっちゃうし、うかといってさじ加減ね、そう、なんかあまりにもべったりするとなんか勘違いもするだろうし、うん、その辺のなんていうのかな、押し引きはどういう感じにしてるの、私結構きっぱりしてて割とあのいや、これ以上来ないでほしいっていう人にはもう来るなんて大丈夫です、強いね、そうそうそう、そう、うん、もうそうじゃないと本当に勘違いの人って、一回会っただけで、私、うん、彼女だと思われたことある、一回会っただけで、次会ったら自分の彼女だと思われてて、その時って一回会った時に何かしたんですか、全然ほとんど会話してない会話してない、やばいんですよ、ほとんど会話してないのに、次あのこういうのがありますって言って、で来た時にもうあの私にお願いされたから来たみたいな感じで来て、例えばそのべったりついたツーショット写真を撮ったとかないそれはないない、それでもいるんだね、うん、そういうのがね、勘違いが、だからあの本当ね怖いですよ、うん、正直なことだと、うん、男ってさ、うん、男ってさ、ちょっとハートマークのさ、うん、あれ来るとさ、うもう俺の彼女だって思うやつもいるからね、そう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 、私の場合はね、あのメールに必ず女性にハートマークをつけるように請求別に思ってなくてもいいからお願いだからハートマークつけてくれ、うん、ハートマークがついて帰ってくると男は嬉しいんだよ、嬉しい、確かに嬉しい、嘘でもいいからね、うんうん、あの女性の方もし聞いてらっしゃるんでしたらね、うん、男性にねハートマークつけてあげると髪質性めちゃめちゃ喜びますからね、うん、もうやってあげてください、逆に言うとこの人には好かれたくないって人にはつけない、分かりやすい、するんだ、そう、差別化、差別化、分かりやすいとかね、分かりやすくね、我々の場合はもう、うん、私の場合はもう全員につけますね、
数打てば当たるな。とりあえずは基本的には今流れちゃってるからバレてますよ。皆さんご存知ですから、それ私の場合、ね、キャラクター的にそういう皆さん、うん、あ許される、はい、許されるからね、許されるとかも許されたいと、ね、うんうん、許されたい、そういう、あ今年の抱負許されたい、もう許されない何をしても許されたいみたいな、そう、そういう許されたい、うん、縛られたいとかいろいろ縛られたいはいろんな意味があるけど、うんうん、実際にだからさ、まあ普通さ、基本的にまあ、男性は女性一人一人、好きな人は一人で、うん、付き合う人は一人っていうのが基本じゃない、うん、で、それは嫌なの、嫌なの、嫌なの、一夫多妻制みたいなの、もうそう、たくさん、たくさんすごいカミングアウトした、仲良くしたい、うんうん、すごいカミングアウトですよ、もう一人の人とじゃなくて、いろんな人と、まあ浅くてもいいから仲良くしたい、うんうん、ああ浅くてもいいんですね、浅く、全然浅くていい、うん、だからその会った時だけはもうすごく仲良くしていたりね、うんうんうん、そういうのは、ね、確かにね、会った時はね、うん、分かりますね、うん、でその代わりもうその後にその勘違いとかそういうのはなしでしつこくしたりとかも絶対ないな、うんうん、逆に勘違いされたこととかないですか、あるでしょ、ない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 、絶対あるでしょ、分かんない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 、それは分かんない、うん、なんかね分かるんじゃない相手が、まあ、結婚してるっていうのは、ね、みんな知ってるしね、だからそれは多分ないと思う、勘違いはね、うもう そういう人だって、あそういう軽い人だって、軽い人だと思われたいね、逆にもうそれでプレイボーイ、逆にね、もう逆にもうあの人はもう軽い、あのイベントプロデューサーは軽いと、イベントプロデューサープレイボーイそう、軽い、うん、そっか、じゃあ俺もギタリスト軽いよ、あいつって俺とか言うから、軽いギタリスト一応さ、しげじいっていう名前で出てるけど、しげじいガールズって勝手につけて、もう知り合いの子しげじいガールズってね、うん、つけちゃってるからね、しげじいってかっこいいね、じいがかっこいいでしょ、じいが、そうそうそう、よっぴダサいんだけど、よっぴちょっとさ、名前変えた方がいいかな俺、そうだよ、何にしよう、よっぴさん改名、じゃあさ、そろそろさ、うん、やる一曲歌う、はい、あもう歌わない流れかと思った、いやイベントプロデューサーだからさ、あんまりギターは上手くないんだけれども、うん、ギタリストのヨッピーさんがいるところでちょっと弾くのはなんだけれども、はい、まあ、今日俺が教えたから違うか、そうヨッピーさんにちょっと教えてもらったから、今日はね、じゃあいつも日本の曲やるから、今日は、はい、今日デスペラードを用意してきました、ね、日本の曲難しいんだこれ、歌詞がめちゃめちゃ難しいんだよね、言い回しがイーグルスだ、イーグルスのデスペラード、あー渋いね、デスペラード Why don't you come to your senses? You've been out like Francis So long now All your hard work I know that you got your reason This ain't that the breath in you Can hurt you somehowDon't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. No, the queen of hearts is always your best bet. Hey. Now see to me suffices. I'll be laid upon your table. But you only want one that you can get. Desperado.ゲジのヤンガー Your pen and your hunger Driving you home Freedom, oh freedom When some people talking Your freedom is walking through This world all alone Don't you think it's going down with the time The sky was snow and the sun was shineThat's just a memory of you.
Better let somebody love you. Before it's too late.できましたね。できた。よかった。これね、生ですからね、いきなり生ですからね、取り直し聞かないですからね。ね、本当にね。一曲で終わりですか？今日は一曲で、あとはもう、ね、フリートークだよね、うん。フリートークでまだお酒も残ってることで、あと10分しかない。あ、そもうそんな？うん。早いね、あっという間ですね。早いですね。あっという間でしたね、今日も。うん、じゃあ、あとは次は、さっきのセッションの話したけど、イベント告知か。あ、イベント告知、ね、いっぱいあります。じゃあ、ヨッピーさんもあるし、ケイコちゃんもあるし、うん、私もあるし、はい、まずじゃあ最初にケイコさんからイベント告知だね。はい、私は、ライブが、2月に2本決まってまして、2月の18日、両方御徒町のジャムセッションです。御徒町ジャムセッション、村田さんにお願いされまして、2本出ます。はい、個人名出ましたね。村田さんっていうのは、もしかしたらカレーを作るのがうまい、マコトテッドに頼まれて。ジャムオーナーというかマスターですかね。あ、そうですね。2月18日に、御徒町ジャムセッションで1本出ます、名前はこちらも決まってまして、ノスタルジアというちょっと昭和から平成くらい懐かしい音楽をお届けしたいと思っております。参加費が2000円2000円で、2000円は乗りますで、お二人と一緒に出るのが、2月の26日、はい、日曜日ですね。はい、でそちら1時から、はい、俺声かけてくれたら嬉しかった、うん、こちらは、ちょっとジャズ系の曲も入ってますで、やっぱり昭和系のちょっと懐かしい歌を歌わせていただくということで2本ライブ決まってます。私なんてベースだっけ、イベントポリューサー、ベースでギタリストのヨッピーさん、ギタリスト、その時はギターを持って、はい、私たちはバックでね、はい、ベースを取らせていただきます。はい、で、2月6日に、新しく始めました、これもそうだ、御徒町ジャムセッションで、ジャム多いね、はい、御徒町ジャムセッションで新しく始めた、それも昭和から平成ぐらいの J-POP のセッションを始めましたので、そちらぜひ J-POP 始めたの、そうです、そうです、お運びいただければ、あ、そう、はい、そう思います。行こうかな、俺、あ、来てください、いい、はい、はい、2月6日、毎月第1月曜日という、みんななんか第1月曜日か、そう、いけるな、あ、よかったよかった、はい、そうなんだ、はい、じゃあ俺大型バス連れて、おぜひ乗りつけてください。で一人とかじゃない、すごい乗ってる人一人じゃないですよね。50人乗りだから、ね、すごいすごい大型バス、日清、うん、あ、日清さんに運転してもらって、で中からに日清だけで、あとはもうスナック稽古は毎月8回ぐらいいろいろやってるので、ちょっとそこら辺は細かいので。今日やったあれはないの？来月？あ、来月は2月19日ですね。あ、それが19日？そうそうそう。ヒートアップ、なります、ヒートアップ。ヒートアップは19日で、ライブが10？ 10、私8と、2月26。そう、難しいね。18、19と、はい、26が。はい。そんな感じで。26、25周年ね、お願いします、はい、誰も興味はないと思うけど、ね、一応ね、ご興味はないかもしれませんけど一応ね、ちょっとお時間1分ぐらいいただけるんで、はい、来週早速1月28日来週、はい、駿河台下の、スタジオというところで、ジュリーバンドのバック、はいはい、それと大好きなビートルズというステージでも、その日はバンドは何バンド出るの？5バンドかな、5バンドぐらいで、ブッキングライブでいろんなバンドが出て、はい、その中の2バンドで演奏すると、そうなんです、そういうことだ、生意気に2バンドも出ちゃってさ、ミュージックチャージとかドリンクとか、来ていただくお客様は無料です。嘘、無料、本当に、みんな何ボランティアで やってくれるの？いや、ボランティアというか、まあ、バンドメンバーが、うん、まあ
ちょっとあれだけど白大を賄っちゃった。はい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 。バンドメンバーでみんなで一応、はい、借りる、そうなんです、借りるなんていうの料金をみんなで、みんなで、お客さんはもう気に入ってくれれば無料で来ていただきたいっていう、あ、お客さんね、そうそういう、もう見に来てくださいと、すみません、ドリンク代、ドリンクはね、すみません、お店で、いいね、お店のために飲んでいただいて、ね、それが今年一発目のライブですね。うんうん、で2月はちょっとねリハが3月がちょっと多いですね。そんな近況 で今年はさっき言ったように冒頭に言ったようにビートルズジュリーとジョシーをステージでね、ボーカルでぜひやってもらいたいバックバンドの3つをちょっとね今年やりたいなと思ってます、はい、まずは1月28日よろしくお願いします。杉浦大です。私かな、はい、私は、とりあえずまず一番早いのが来週か、来週の1月29日、学芸大学、チェロキーというライブハウスでブッキングですけども、我々の出番は18時かな、18時から、ということで1時間ぐらい、やります。まあ、どういうのやるかっていうと、なかなかいい感じのね選曲なんですよ、あんたのバラード。あーいいですね、あんたのバラード、遠くで汽笛を聴きながら、うん、超名曲ですね、うん、そういうね、まあ、なんかみんなこう聞いて懐かしいなーっていいなーっていう感じのね、そういう選曲、我々はあの自分たちが弾くというよりも聴いてくれる人が楽しめるというね、そういうポリシーで、やってますね、 BB ブラザーズっていうのはね。それで、来月になりますと最初の1週目はもう一つのバンドでロックバンドやってるんですけれども、そのロックバンドのリハがあって、その後に、コラボのスナック稽古とあれがありますね、はい、でその後からまた一緒のライブがありますね、うん、なんか多いね、うんうん、まあ一応近況2ヶ月は大体そんな感じですかね。だん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 音楽忙しくなってきちゃいましたけどね。でもそういうスケジュールが3月があるっていうのは、うん、すごい嬉しいですね。だね、楽しいね。走行してるうちにもうだんだんだんあっという間に来ちゃうし、うん、今日の時間もあっという間だよ。もうあと3分、うん、あと3分、うん、ウルトラマン、あっという間だね。今お湯を入れれば3分後に食べごと、ね、あっという間だね。あっという間でした。よかったよかった。でも今年のその2月の26日、うん、ダブルやるじゃない、はい、3人仲いいんですけど、うん、初めて一緒にライブやる感じですよね。初めて、そうだね、初めてですね、セッションがありましたけどね、うん、3人仲いいね、非常にね、うん、なんか知らないけどね、ギタリストのヨッピーさんなんでここに笑いが入るの、ギタリストのヨッピーさんね、あ、分かった、ヨッピーさんを知ってる人が、うん、多分ケケケケケって笑ってるじゃないか。ちょっとね、やっぱりこの間なんか書いてあったね、メッセージに、あの、あ、ヨッピーさんギタリストなの見ました。どうだったのみたいな。立派なギタリストだよね、うん、立派なギタリストです。まあちょっとね、可愛い系を目指してるんで、うん、それもね、まあでもほら、みんなをね、楽しませるっていうことがやっぱりね、うん、まず大事だから、目標にしてましたからね、まあ、我々もね、うん、なんだろう、自分たちの自己満足じゃなくて、うん、一緒にこう、なんだろう、一緒に来てくれる人とか、見に来てくれる人とか、ね、一緒に、やっぱり、まず楽しみというかね、楽しいのを共有したいですね、うんうん、まず楽しい、楽しむ、だから、うん、なんだろう、まあそのセッションなんかやってると上手い人も、上手くない人もたくさんいるけれども、そんなのは関係ない、関係ないね、もうみんなが楽しめればいいなと、うん、そういう形でね、今年はまあそういう感じでね、みんな、我々のところに来たら楽しめるっていう、そういうどんどん集まってきてほしいですね。うん、ぜひ皆さん、もしこの機会で楽しいイベント作ります。楽しいイベント作るプロデューサーですから、はい、楽しい話もできるし、しげじですね。しげじ、けいこ、しげじ＆けいこですからね。はい。はい、いいのかな。アンドヨッピーも寝てくださいよ。ギタリストのヨッピーさんも。1分前ですよ。はい。あっという間だな。はい、さあ、じゃあ最後に。次ね、また来月も第2、第4日曜日。うん、9時から9時50分で今夜もあなたとスナック稽古をお届けいたします。はい、次のゲストは誰なんでしょうか。誰でしょうか。じゃが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 じゃん。なんか打ち合わせないのにさ、うん、何にもシナリオないのにさ、うん、よくね50分、はい、あっという間だよね、うん、前回もそうでしたもんね、うん、楽しいから、ね、楽しい時間はあっという間だからね、うん、多分こうやって我々が楽しめば
見て、ね、見てくださる方も楽しいんじゃないかなと、そういう気がします。なんかね、ぜひあの次回もねご覧いただきたいなと思います。はい、下ネタもね限界スレスレで大丈夫でしたでしょうか。はい、次回はじゃあそういうネタにしますか。もうちょっと下の方に、深夜枠みたいな。次でもしまたあのお誘いしたらよろしくお願いします。はい、いやー、もうレギュラーになってよ。あ、ぜひぜひぜひ。ギタリストよって レギュラー化もしかしたらするかもしれない。次の回でね、ちょっとこの50分がね、50分持たないかもしれない。そうなんですよ、しげりさんが MC うまいって言われる。うまい、そうそうそう、絡みやすいから。やっぱりね、ギタリストリュッキーさんですから、よろしくお願いします。せいじさんも。それじゃまた、それではまた、1時間後によろしくお願いします。ありがとうございました。イベント来てくださった方もありがとうございました。バイバイ。